はい、どうも皆さん、こんにちは、フィンです。今回は、前回の動画で、白と人に向けてということで、買ってきたものを紹介して、次は筆箱紹介をすると言ったんですけど、いろいろ自分なりに考えて、まだ必要なものがあったので、それを買いました。で、今回はその紹介をします。なので、買ってきた文房具紹介のパート2ですね。多分、次こそは筆箱紹介になると思います。で、ここに大きなアマゾンの箱があるので、これを開封していきます。まず一つ目は、ラミーサファリを買いました。もちろんホワイトですね。開けるとこのような感じになっています。かっこいいですよね。やっぱり出ました、こんな感じです。持ったことはあるんですけど、とても軽いですね。で、これは主にすぐメモったりとか、そういう時に使おうかなということで買いました。で、それで友達の借りて使ったこととかはあるんですけど、しっかり使ったことはないので、まだ、感想とかは言えないんですけど、次筆箱紹介するので、その時に詳しく紹介などしていこうかなと思います。一つ目は、こちらでした。で、続いて、二個目はこちらです。緑のアルミ&ウッドジョギです。で、こちら、濃茶の方は持ってたんですけど、今回薄茶ということで、購入しました。やっぱり、これの一番の特徴としては、落としてもうるさくないというところです。この中に木が入ってるので、これがうるささを軽減してくれるので、そこはとてもいいですね。アルミ定規は、本当に落とすとうるさいんで、そこだけが、不満なところなんですけど、そのことをこれは改善してくれる、いい定規ですね。で、最後にこちらです。こちら筆箱ですね。ワトナの、ガマ口ペンケース、アイボリーですね。ちょっと開けていきます。こんな感じですね。結構大きめです。こちら無印の、ペンケースなんですけど、こんな感じですね。幅は結構似てるんですけど、高さが、こっちの方がちょっとありますね。ちょっと今本当に僕の、買い物ミスをしてしまったことに気づいたんですけど、ホワイトを買えばよかったんですけど、ちょっと急いで買ってしまったため、もう衝動買いしてしまったため、アイボリーという、ちょっと白じゃない色を買ってしまいましたね。これはこれでいいということにしましょう。中はこんな感じで、ここに、入れるとこがありますね。定規とか入れますね。で、中は結構広くてたくさん入りそうですね。こんな感じです。とても見やすそうですね。こうしっかり安定するので、見やすくていいですね。それではこのペンケースにいろんなものを入れていこうと思います。で、前回の動画で、低重心シャンペンを入れると言ったんですけど、いろいろ迷った末こちらにしますね。デルガードのタイプ LX を入れます。前消しゴムこれ入れるって言ったんですけど、僕前からこれを買っていて、持っていて、リサーレなんですけど、使ってなかったので、今回はこれにします。これも入れて、おすごい、結構いいですね。で、付箋とこの写真ケースをここに入れます。で、今、結構な数入れてるんですけど、だいぶ余裕がありますね。全然入ります、まだ。これの倍は多分入りますね。20本くらいは多分入るんじゃないですかね。そのくらい余裕があります。これ本当に結構いいですね。使いやすそうです。パッと開いて、結構見やすいので、取りやすかったり、結構使いやすそうですね。これは今後、
ちょっと使ってから、筆箱紹介でいろんなことを喋っていこうかなと思います。あと今気づいたんですけど、ここに多分キーホルダーとかつけるようになってますね。こういうのもいいですね。で、次こそは筆箱紹介しようかなと思うので、そちらもぜひ見ていただければ幸いです。ちょっと今回グダグダな感じで、言ってたんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の筆箱紹介の動画で会いましょう。さよなら。